夜です。昨日クロケンパパは、大腸がんのポリープの大腸ポリープだねの、検査のため一泊する予定だったのがポリープなしということで、その日のうちに帰ってこれましたが、施術中の眠る薬のせいで昨日はほぼ寝てましたね。目が覚めてご飯を食べてまた寝るみたいな感じですね。ということなので、今日は、朝からいろいろ作業とかあったんでやっていたんですが、ジャン君ポンちゃんの相手はあまりしていませんでした。ごめんね。夜になってしまいましたが、ちょっと遊んでみますか。このどうして2人とも背中向けてるの、これ。どうした。はい。お、お腹がクーってなった。よいしょ。じゃあ、このおもちゃどう？もうだいぶ古いけどね。あれ？動かないや。ポンちゃん、ポンちゃん遊ぼう。ご飯だ。はい、ジャン君。はい、ジャン君。ジャン君もどっか行く？ああ、座る。はい。それより、あれどこ行ったかね。赤い犬はどこ行っちゃったかしら。あれ喜ぶのにね。よっ、これは違うね。よいしょ。チュン君、よいしょ。いた、これ。ジャン君、ジャン君が遊んでくれません。はい、パンちゃん。
ちゃんくんはお水ですね。はい、ポンちゃん。うん。ポンちゃん食べたばっかりだからね。あんまりいじると入っちゃうからね。消化するの待ちましょう。まず活動期に入るにはちょっと早いですか。7時ちょっと過ぎなんですが、もう少し経ってからの方が遊ぶのかな。はい、ジャン君ももう眠い感じではないもんね。もう少し経ったら遊びましょうかね。はい、イオン 5% オフの日なので、こんなにいっぱいおやつが購入されましたよ。明日のおやつはこれブラシじゃん。あ、そう、ブラシも買ったの。はいはい、前からちょっと狙ってて、うん、でもあるからいいかと思ってたんだけど。よし、実はじゃあまた毛が取れるぞ。そうなの、やっぱりね、なんかあのこのトゲトゲの部分がだいぶ減っちゃったので、うん、あのちょっと取れにくくもなってきてるし、そろそろかなと思って。はい、明日はブラッシング祭りだ、そしておやつだ。